はい、皆さん、こんにちは。歴戦に講師の森山です。で、今回は、令和4年度、司法書士の試験に私のクラスから一発合格した方とですね、対談をしていきたいと思います。愛さんですね。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。愛さんの方は今年、まあ、100位内、90位ですか？あ、95位でした。総合95位で受かったということで、はい、本当にまあ、確実合格といった形ですよね。ですからもう本当にこう、勉強法についてはしっかり勉強して、もう確実に受かる成績をつけたということですから、皆さんもぜひ、その方法論を聞いて、真似するところは真似して、ぜひですね、役立てていただければと思います。では、いろいろ聞いていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、司法書士をこう目指そうと思った理由ってあります？はい。実は、私、勉強を開始した時は、ちょっと心も体もボロボロで、どん底の底辺にいました。で、もともと、傷ついた野生の生き物を保護する仕事をしていたのですが、まあ、病気の家族のために成年後見人もしており、まあ、忙しすぎて両立できなくなったということと、あとはちょっと持病の方もまあ悪化してしまったということで、泣く泣く退職することになりました。ただ、ずっとそのことを後悔して生きるのは嫌だと思ったので、うん、逆に、まあ、貢献を経験として活かせるような仕事をしてみようと思ったのがきっかけです。あ、そうなんですね。もう、はい、いろいろ忙しすぎちゃって、ボロボロになった感じなんですかね。はい、まあ、そうですね。かなり忙しかったので、うん、まあ、仕事も、忙しかったですし、うん、はい。動物がお好きなんですか？あ、そうですね。子供の頃からやっぱり野生動物の保護とかがしたいってずっと思っていたので、うん、まあ正直夢の仕事を諦めざるを得なくって、うん、まあだいぶ落ち込みました。あ、そうなんですね。はい。で、それでまあ司法書士をやろうって形になったわけですね。あ、そうですね。気持ちを切り替えて、やっぱり前向きに生きた方が、まあいいかなと思ったので、うん、はい、はい。司法書士って知ってました？あ、貢献の仕事をしていた際に、やはりお世話になったことがあったので、うん、まあ法律を知ることっていうのも、やっぱり重要だなっていう認識はあって、うん、まああとその方は非常に良い先生だったので、はいはい。はい。だからまあ司法書士っていうお仕事もなんとなく、まあ、憧れていたというか、うん、まあ、どうせ目指すんであれば、司法書士がいいかなっていうふうに思いました。あ、なるほど。そこで繋がってきたわけですね。あ、そうですね。はい。で、レッグを選んだ理由ってあります？あ、はい。やはり、大手で信用と実績があること。あとは、ブレイクスルーテキストが、私が理想とするテキストで、で、あと、当連模試と内容も充実していたので、うん、まあ、最後までこなすことができれば、間違いなく合格できると確信して、うん、レックさんを選びました。はい。理想のテキストってどんなテキストですか？やっぱりまとめの表が充実していることと、はい、あとやっぱり見やすいことと、うん、あと結構書き込みとかもできるスペースがあったので、はい、私はなんかちょっと先生の、説明とかで気になることがあるとどんどん書き込むタイプだったので、はいはい、そういう意味では非常に私が、うん、いいなって思ったテキストが、まあ、ブレイクスルーテキストだったということです。はい。はい。そうなんですね。はい。で、通信でこう受講してくれたわけですね。はい。はい。で、実際に講義始めてみて、どうでした？私のクラスでこう講義聞いてくれましたけれども。はい。うん。やっぱりとにかくわかりやすいなっていうのと、うん、あとは本当に説明とかが非常にいろんなこう例えだったりとか、はいはい、あとまあ強弱だったりとか、うん、まあそういった分野っていうかそういった面で、すごくわかりやすくて記憶に残るような感じだったので、うん、良かったなって思いました。あ、良かったです、はい。はい。で、講義でどのように受講されてました？なんか、通信の方だと、はい、もう自分の好きなタイミングで聞いたり、はい、する方もいますけれども、はい、時間帯とかは？そうですね、時間帯は、うん、まあ聞けるときはずっと聞くっていうような形で、やってはいたんですけれども、私の場合、気になることや疑問点があると、うん、まあ、気になって集中力が下がってしまうので、あ、ここわかんないみたいな。あ、そうですね。うん、そうすると、なんか、そのまま聞き続けても、うん、ちょっとなんか、集中できなくなっちゃうので、うん、まあ、推奨はされてはいないと思うんですけど、うん、まあ、先生の説明で気になることがあると映像を止めて、うん、で、逐一、まあ、ブレイクスルーに、うん、その気になったことに対する先生の説明とかを書き込んでいきました。あ、そうなんですね。じゃあ通信講座だからできたって感じですかね。はい、そうですね。はい。通信の方が向いていたかなと私は思います。はい、そうですね。私も通信の方も含めて、講座はこう、
止めちゃうと3時間の講義は5時間くらいかかっちゃう人がいるので、はい、止めないでくださいって話はよくするんですけれども、はい、きちんとね、そうやってできるのであれば、通信をちゃんと利用しているってことで、はい、いいやり方かなっていうふうには思いますね。はい。はい。で、それで講義、どうでした？講義を聞いて、はい、で、それで説明をこう書き込んだりしていたってことですよね。あ、そうですね。はい。はい、で、復習とかってどうされてました？復習は、まあ、基本的にも、うん、その先生のお話を聞きながら、まあ、ちょっと何度も止めながら、うん、しっかりじっくり読み込んだ形で、うん、はい、でそれを今度はダウンロードもできるので、うん、先生がどんな説明をされていたか、あと何を強調されていたのかというのを、うん、まあ、家事などをしながら、うん、こうあらかじめ思い出すような形で、うん、先生のその講義のダウンロードを2、3回聞きました。うん、そして、思い出せなかったことはテキストを見返すという形で復習を行っていきました。あ、なるほど。はい、講義を何回も聞いたというのはその家事の時間だとか、隙間時間を利用して、はい、ただ家事やるならば講義を聞きながらやろうかなって感じですかね。そうですね。はい。はい、やっぱりこう音として聞こえてくると、はい、やっぱり記憶に残りやすいですもんね。そうですね。なんか先生の講義は本当にこう画面を常に頼るような形ではなくて、本当に耳だけで聞いてて理解できるっていうところが一番メリットだったと思うので、本当になんかこう耳で聞いてるんだけど目の前で講義をされているようなこうイメージが湧いてくる感じで非常にありがたかったです。うん、あ、なるほど。それで分かんなかったところは、はい、こうテキストに戻ったりして確認をしたってことですね。はい。耳だけで聞いてますから、これなんだっけみたいな。あ、そうです。はい。で、そういうふうに講義を聞きましたけど、しっかり復習した時間もありますよね。携帯司法書士などを利用しながら。あ、そうですね。携帯司法書士の方も、うん、まあ、見ながら合わせてやっていくっていうような形ではあったんですけれども。はい。はい。そうですね。私のクラスの方が、こう、復習で携帯司法書士を使ってくれておりますけれども、で、これを講義でやったところを、その講義に合わせてやった感じですか？ちょっと2022年度版はちょっと日付の方が5月になっちゃってますけど、うん、はい、ただその2021年版とかもちょっと使ったりしてたので、はいはい、うん、まあ、ちょっと日付の文があんまり書き込んでない風に見えるんですけど、はいはいはい、実際にはたくさんやってますね、はいはい、講義に合わせて1回やってその後繰り返し繰り返しこう勉強したって形ですかね、覚えるまで。そうですね、まあ、合計最低3回直前期含めて3回はしたと思います。はい、わかりました。はい。で、あ、じゃあこれは途中で新しい年度のが出たので買い替えたってことですね。あ、そうですね。はい。はい、で、新しい情報も仕入れて、はい、で、前の書き込みとこっちの書き込みも両方あるってことですね。あ、そうですね。はい。わ、はい、かりました。で、これ覚えられました？何回かやって。結構かなりコンパクトにまとまっているので、うん、すごくこう、回転が早くできるっていうメリットがあって、はい、あとは、やはり過去問も載っているので、うん、私、正直、過去問の方は、うん、まあ、メインの科目は1回はやったんですけど、はい、メジャーじゃないマイナー科目の方は、実は全然過去問やってなくて、うん、もうひたすらこれだけでやりました。うん、あ、そうなんですね。はい。まあ、やらなきゃいけないのは分かってはいたんですけど、うん、ちょっとやっぱりちょっと、時間がかかりすぎてしまって、なかなか手が回らなかったので、うん、もう先生の携帯、司法書士の方を信じて、うん、繰り返し頭に入れるようにと思って、やりました。あ、それでいいと思います。はい。まあ、合格ゾーンとかで過去問やっぱりたくさんやんなきゃっていう感じになりますけれども、やっぱり時間のない中でいかに効率的に勉強するかってなったら、やっぱりある程度絞り込んで勉強していくことが必要だと思いますので、この携帯司法書士に載ってる過去問もマイナーであれば、十何年分載ってますから、これで十分過去問は多分こなせたんだと思いますね。あ、そうですね、はい。はい。それでしっかり点数も取れるようになりましたもんね。はい。はい。で、普段そのように勉強して、あとは、記述問題で言うと、この携帯司法書士で言うと5巻、6巻の話ですが、ひな形なんかも覚えなければいけないですよね。はい。で、書式ベーシックっていうこの問題集だとか、このひな形集を使ってひな形を勉強したりしたと思うんですけれども、はい。そのあたりってどういうふうに勉強されました？はい。ひな形は、まあもちろんちょっと毎日やってたんですけれども、うん、毎日10個ずつ、家族にタイトルとかだけ、ちょっとしたことだけ言ってもらって、で、その内容を暗唱するっていうのをひたすら繰り返しました。あ、で、なるほど。はい。はい、丸×の表を作って、うん、おそらくもう10回以上はやってると思います。なるほど。はい。そのひな形集のひな形については、もうタイトルだけ言ってもらっ、はい、タイトルだけ、
こう家族に出してもらって、はい、で、その登記の目的なんとかって言うわけですね。そうです。はいはい。はい、で、ここ間違えてるよとか指摘されたり。まあそうですね。まあ、全部分かってくれるわけではないんですけど、はいはい、そこに書いてある内容については、うん、こっちはこう書いてあるよっていうようなことを一応フィードバックしてくれるので、うん、まあそれをまた次の日に見返して、うん、大丈夫だったかっていうのも合わせてやっていました。うんうん、あんまりこう、書いて覚えるっていうよりは、はい、出してもらって口で言って覚える感じなんですかね。あ、そうですね。うん、はい。そんな形で、覚えていった感じです。なるほど。じゃあ、やっぱり自分の特性というか、耳だと覚えやすいな、みたいなのを活かして、講義を何回も聞いたりだとか、はい、ひな形も口に出して聞いてみたりとかしたのかもしれないですね。はい、あ、そうですね。はい、うん。家族も協力してくれたんですね。お願いしました。お願いしました。はい。やっぱりその本気で受かろうと思ったら協力してくれるのかもしれないですね。まあそうですね。はい。で、そういうふうに勉強してきましたけれども、はい、他に使ってた教材とかってあります？他に使っていた教材は、やはり森山先生の書かれた、解放テクニックの本を、ちょっと早めに読んでみました。あ、早めに。はい。まだ講義が終わってない段階ですね。そうですね。はい、直前期に読むよりは、やっぱりちょっと早めに読んで、うん、置いた方がいいかなと思ったので、はい。まあ、講義の半分ぐらいに達したぐらいで、うん、読んで、まあ、参考にさせていただきました。はい。どういう部分が参考になりましたか？やっぱり一つ一つどういう解き方をしたらいいかっていうのが、うん、個別具体的に書いてあるので、はい。そういったところが非常に役に立ったと思います。あ、そうなんですね。はい。はい、ありがとうございます。で、それから、はい。そういうふうにテクニックを身につけてもらったってことですね。そうですね。はい、特にどの足から読むかっていうのを、うん、まあ、意識して、2個か3個読んだらもう回答を出すっていう練習を、はいはいはい、兼ねて、解くっていうような形で、うん、はい。そういった部分であるとか。なるほど。知識をつけたとしても、それをどう使いこなすかっていう部分までしっかり勉強したってことですね。あ、そうですね。はい。はい、直前期は答練とか模擬テストも受講しました？はい、レックさんのものは全部終了したいっていう強い意欲があったので、はい、うん、まあ、過去問はちょっとできなかったんですけど、答練と模試の方は、きちっとこなして、うん、ただやはり時間がもう結構差し迫っていたので、うん、私はもうそれを模試というよりも、うん、問題集として活用させていただきました。なるほど、はい。はい。で、もう一問解くとすぐに答え、全部解いてからまた答えを見ると、うん、やはりちょっとどんな問題だったっけって、時間がかかってしまうので、うん、一問解いたらもうすぐに答えを見て、うん、で、かつ、どの足から読むか、まあ、先生がおっしゃってたみたいに短い足とか、分かりやすい足とか、うん、そういうのをこう即座に選ぶっていう練習を、うん、まあ、兼ねて、あと2個か3個で、とにかく回答を出すっていう練習を、うん、まあ、兼ねて、解くようにしたので、本番もやっぱりそういう同じようなスタイルで解くことができて、うん、はい、そのおかげさまで記述は、時間が足りたんだと思います。あ、そうなんですね。はい。じゃあ模擬テストとか答練を時間計って解いた回もあります？ちょっと情けないんですけど、うん、そこまでいかなくって、うん、時間は実は計らずに本当に本番ぶっつけで、はいはい、やったんですけど、うん、それでも午前はやっぱりもうかなり時間が半分ぐらいで終わったので、うん、その後しっかり見返して、うん、マークミスやっぱり、見返すと2、3問あったんですよね。で、直したら全部丸になったので、うん、はいはいはい、ああ、よかったっては思ったんですけれども、うん、午後はとにかく時間がなかったので、うん、先生の解き方でなければ、もう無理だったって思います。あ、そうなんですね。はい。なるほど。はい。やっぱり、直前期そうやって頑張って勉強されたってことですね。そうですね、はい。はい。で、一発合格を決めた秘訣みたいなものってありますか？そうですね。うん、やっぱり森山先生の携帯司法書士を直前期に総復習して、うん、で、特に苦手だって思った部分はもう一回繰り返して、うん、あとはもう解放テクニックとか、うん、先生が講義中に教えてくださる方法を信じて、うん、であと答案の記述、記述の答案構成用紙もほとんど使わないやり方を先生が教えて、はい、くださってたので、もう私はそのやり方で、全くと言っていいほど、うん、まあ、本当にちょっとだけ、はいはいはい、金額だとか、うん、あとこう、流れみたいなものだけを少し書き込むぐらいで、
4分の1、紙の4分の1ぐらいを使って不動産登記は、うん、まあ、あとはほとんどテキストじゃなくて、問題用紙に書き込むっていう形をとって、うん、で、商業登記の方はもう全く書かずに、うん、解きました。ああ、じゃ全部信じてやってくれたんですね。そうですね、もう忠実に。はい。はい、嬉しいです。はい。これから司法書士を目指す方へのメッセージなどがあればお願いしたいなと思います。私は実は、まあ、なんか、うん、あれなんですけど、受験勉強中もちょっとずっと仕事を辞めざるを得なかったことを、まあ、後悔してました、うん。で、地球環境がここまで悪化して、まあ、人の活動などによって、生き物の住処がどんどん奪われて、まあ、環境や動物の仕事に携わるものとして、やるべきことが山のようにあると感じてたからです。はいはい。で、勉強自体もすごくしんどかったんですけれども、自分の番号を見つけたときに、まあ、全て救われたと思いました。うん、で、受験生の方も、やはりいろんな経験をされているかと思いますけど、苦しかったこと、悔しかったこと、辛かったこと、やりきれない思いや今のしんどさ、そういったことは合格すれば、もうすべて救われます。で、あの時、あの経験があるから、今の自分があると思える日が必ず来ます。で、私は、今はペット信託などに興味があり、今後は司法書士として、人と動物が幸せに暮らすには何ができるのか模索したいと思っています。で、諦めた夢は、まあ、ボランティアなど別な形で関わる予定なんですけれども、うん、なので、まあ、皆様も今の努力も過去の辛い経験も報われる日が必ず来ると信じて、最後まで諦めずに頑張ってください。で、皆様に合格の桜が咲きますよう、合格が招かれますよう、心から祈っております。ありがとうございます。はい。やっぱりこう、受かった時に、嬉しいっていうよりは、はい、報われた、ほっとしたって気持ちもあるようですよね。まあ、最初は信じられなくって、うんうん、本当に受かったのかっていうのは、家族が帰ってきて、見てもらうまで、なかなかちょっと実感としては湧かなかったんですけれども、はい、まあ、やっぱり嬉しいっていう気持ちもあり、うん、かつ、ああ、なんか今までのこう、辛かったこととか、うん、目指したのは間違ってなかったんだなっていうような形で、うん、まあやっぱり、ほっとしたっていうのが大きかったかなと思います。うん、そうなんですね。はい、一番最初、こう、動物のことを本当にこう、真剣に考えられてましたけど、はい、司法書士になっても話が繋がるんですね、ペット信託なんて形でね。そうですね。まあ、いろいろ模索すると、やらなきゃいけないことっていうのはたくさん、今後、高齢化社会とか迎えたりして、うん、まあ、あるかと思うので、いろいろな形で、まあ、人の役にも立ち、まあ、動物の役にも立てれば、うん、もう私自身、一番いい形で仕事ができるのかなと思っております。そうですね。なんか相続とかの話もどんどん改正とかいろいろ進んでますけど、はい、そのペットが残されるって話も結構聞きますもんね。そうですね、うん。途中で認知症になってしまったり、施設に入らなければいけなくなったりとか、まあ、貢献をやってても、おそらくそういう問題は出てくるかと思うので、うん、まあ、そういった時に、依頼者の方が、うん、まあ、悲しまずに済むような形で、何かお手伝いすることができれば、私としても嬉しいかなと思っております。嬉しいですね。そんな司法書士にこう、はい、これからなれそうですね。そうですね。なんか、司法書士の話をこう、ガイダンスなんかでよくするときに、はい、もうなんと、ね、得意なことが、例えば語学だったり、はい、何でもつながりますよって話をよくするんですけれども、はい、この動物ともつながってくるって形で、はい、本当にいい話が聞けたなっていうふうに思います。ありがとうございます、はい。今日はいい話が聞けました。本当にありがとうございます。で、これからね、また実務でも頑張っていただければと思います。ありがとうございます。はい、皆様、ぜひね、この話を参考に合格目指して頑張っていただければと思います。ありがとうございました。